ね、みんな吹き出してない。ねえ、笑ってない。ねえ。ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネル。ですぞ。みんなやっほー。ガチャガチャピンピンガチャピンでーす。はーい、今日はこれにチャレンジしたいと思います。じゃじゃーん。服を汚しちゃいけないカレー。100% と言ってもいいくらいお洋服に跳ねちゃうでしょ。宇宙の真理と言ってもいいかもしれない。それをいかに防いで食べるか、すっごい面白そうでしょ。もうドキドキが止まりません。それじゃあ早速やってみよう。ガチャピンガチャピン。あ、なに？このチャレンジさ、ちょっと今回は NG かな。え、どうして NG ってことはやっちゃダメってこと？どうしてどうして？あ、もしかしてスタッフさんもカレーうどん食べたいんじゃないの？じゃあ一緒にやろうよ。いや、ちょっと違うんだよ。なんで？何か？なんて言っていいかちょっとわかんないんだけど。え、どう？はっきり言っていいよ。何？そのガチャピンさんはね、お風呂のほら準備とかもいろいろあるしさ、何言ってるの？早く言いなよ。タオルとかもまだ買ってきてないし。どうしたの？そうだからちょっとね、準備が大変なんだよな。それで？あとはねガチャピンにちょっと跳ねちゃうとね、困っちゃうんだよね。大丈夫、僕絶対に一滴も跳ねさせないから。ズドドドドドドドって一瞬で食べたら跳ねないよ。いや、ちょっとね、これ多分大惨事じゃないかな。え、どうして？僕が失敗するって思ってるの？いや、そういうことじゃないんだけど。じゃあどういうこと？ほら、ガチャピンのその着替えとかさ、T シャツとかも今回まだ手に入れてないし、あとちょちょちょっと待って待って、売ってなかったから、とりあえず今度にしよう。そんなこと、また今度にしよう。これはだから大丈夫大丈夫、そういうと思って今日は何も着ないでチャレンジするから。ほら、何も着ていなければ跳ねてもお風呂にすぐに入れば綺麗になるよ。ピッカピカ。いや、多分ね、想像するにこれ大惨事なんだよね。絶対ダメ。いやだ、やる。ダメ。ダメじゃない。いや、ダメ。いや、ダメじゃない、やる。ダメったらダメ。やる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 。ガチャピンチャンネル。ということで、こちらの冷凍のカレーうどんを温めます。スタッフさんたちのことは皆さん気にしないでくださいね。ただの心配性なだけなので。はい、温めます。鍋に移しますよ。あらら、あら、跳ねた。はい、跳ねた。で温めますね。笑ってる？ね、笑ったでしょ？笑ってたじゃん、今笑った。
じしたでしょ。もう大丈夫だ。その辺だ。なんかもういつ来るかってちょっとそっちの方が気になる。でも、いい香り。ね、みんな吹き出してない？ねえ、笑ってない？ねえ、ねえ、それ本当に、本当にね、跳ねたと思って吹いてる？それとも、なんか吹きたくて吹いてる？ねえ、ねえ、みんな笑ってない？でも、いい。跳ねたー！ガチャピンチャンネル。お、できたようなので、どんぐりに移したいと思います。それでは、いよいよレッツチャレンジやってみたいと思います。楽勝楽勝、みんな安心して見ててくださいね。では、いただきます。あー、跳ねてない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 、割り箸割っただけだもん。もうびっくりした。それにしてもこの緊張感は何なの。それではカレーうどんをそーっとそーっと